車で行こうです。先日トヨタの小型 FR スポーツ車86の発表会が行われました。発表会ではトヨタの豊田章男社長がレーシングスーツ姿で登場し、十数年の間にトヨタのスポーツカーは次々に撤退したが、そのことを真摯に反省しながら86を開発してきたとアピールしていました。豊田章男社長といえば本当にね、車が好き、三度の飯より車が好きなんじゃないかっていう方なんですけれども、企業のトップにそういう車好きが来るとやはりこういう車出てくるよね。そうですよね、うん、そしてこのようになんとドリフト走行のデモンストレーションも行われて、これも興奮してましたよね皆さん。やっぱりこれはFR 車ならではのシーンですよね。いやいや、これは迫力ありますよね。86については今後この番組でもしっかりとお伝え していきたいと思います。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのはアルファロメオの3代目新型ジュリエッタです。ジュリエッタは由緒正しきアルファロメオの伝統、走る楽しさ、エレガントなスタイリングをそのままに、実用性や快適性も追求したモデルです。いや、このジュリエッタのクーペモデルのように美しいスタイリング、とっても印象的なものですよね。そしてこのモデル147の後継モデルということで、新型のプラットフォーム、それから新設計のサスペンションなど採用しているなど、エキサイティングな走りも期待できるモデルですよね。そうですね、はい、それでは詳しく見ていきましょう。今回紹介するのはアルファロメオジュリエッタです。エクステリアは軽快かつエレガントなフォルムに仕上げられています。パワートレーンはアルファロメオの歴史的名車 6C1750 の名を冠した 1750cc 直噴ターボと 1.4L ターボマルチエアエンジンの2種類が用意されています。これにスプリントとコンペティツィオーネが6速の DCT、クアドリフォリオベルデには6速の MT が組み合わされます。インテリアは日常仕様での利便性に配慮された作りながら、スタイリッシュなデザインとアルファロメオの伝統を踏襲した上質な仕上げになっています。アルファロメオジュリエッタの価格はスプリントが318万円、コンペティツィオーネが358万円、クアドリフォリオベルデが388万円です。基本骨格から一新されたモデルだけに、アルファロメオらしい走りの世界観、どう表現されているのか楽しみですね。そうですね、はい。それでは試乗です。今回試乗したのはミドルグレードの 1.4 リッターマルチエアターボを積む、コンペティツィオーネです。それでは VTR ご覧ください。新型のアルファロメオジュリエッタに試乗しています。まずはやっぱりこの何といってもエクステリアデザインですね。これがすごく印象的です。で、今日乗っているのは、ホワイトのボディカラーということ で白い車っていうのは大体光が当たってもなかなか
陰影が出にくいので、ちょっとこう下手すると大福餅みたいな形に見えちゃう傾向があるんですが、ボディの面の張り、それからキャラクターラインのエッジの立て方、そういったところがすごくその精密にできている、そして大胆にできているということで、ホワイトでも、これほどの存在感、シャープさを演出できているわけです。でインテリア、これすごくスポーティーな感じがします。それと質感、これかなりいいですね。ダッシュボード周りの特にこのラジオとか、オーディオ系ですね、これがポンとつけたものではなくて、ちゃんとデザインをされてインテリア全体に綺麗に溶け込んでいると、このあたりもいいですし、例えばこの、ウィンク&レバー一つ触ってみても結構これ華奢な感じがするんですね。そのあたりも、ドイツ車との違い、そしてアルファロメオイタリア車らしさなのかなと思います。このエンジン 1.4 リッターのターボ、これに DCCT デュアルクラッチのトランスミッションを組み合わせている、という、表面的なスペックでいくと、このクラスのベンチマークであるフォルクスワーゲンのゴルフに相当近づいたなという印象を持たれるかもしれませんけれども、こうして実際に乗ってみるとやっぱりその伝わってくるものっていうのは全く違っていて、あくまでもこうやっぱアルファロメオっていうのはスポーティーなブランドなんだなということが五感を通じて伝わってくるんですね。巡航しているとき、この時の静粛性は非常に優れているんですが、ちょっとこうエンジンを回していってみると、とっても気持ちいい加速します。スポーティーさが売りのアルファロメオですけれども、やはりその時代性を考えると燃費も考えなくちゃいけないということで、本当にハードウェア的に相当燃費を意識してきているんですが、今ノーマルモード DNA システムで今ノーマルモードを選択しています。このモードを変えてみます。今ダイナミックモードを選択したんですが、そうするとちょっとアクセルを踏んだだけで積極的にシフトダウンをするようになる、そしてアクセルのレスポンスも一段と鋭くなってきましたね。ですからその本当にこうスポーティーに走りたいっていう時は積極的にこの DNA システムのダイナミックモード D を選ぶといいと思います。一般道に降りてきました。結構これ足回りがしっかりしてます。で固めですね、割とそのボディがしっかりしているので硬さが嫌な感じの粗さにはなっていません。昔のアルファロメオっていうのはどちらかというとそのボディをうまくしならせる、そういった乗り味の車だったんですが、新しいジュリエッタはまずはボディをしっかり作って、それから足を決めていこうという、非常に現代的な考え方に変わってきてますね。この新しいジュリエッタ DCT を搭載しています。でこの DCT は、スポーティーな走りと燃費両立するアイテムなんですけれども、例えばこうちょっとこう低速極低速の発進であるとか、そういったところでクラッチのつなぎがスムースでないと若干ギクシャクする動きを示すんですね。車の運転に自信がある人、あるいはマニュアルを運転するのが全然問題ないなっていう人はもうスッと馴染めますけれども、ずっと AT に乗ってきた人だと、最初のうちはちょっとこう気をつけて運転してあげる、アクセルの踏み方をデリケートにしてやる必要があると思います。この新しいジュリエッタなんですが、車に求められるいろんなこう要素、これをかなりこううまく両立させてきた、高い次元で融合させてきたなという意味では、そのアルファロメオファンだけじゃなくて、本当にかっこいい車、運転して楽しい車欲しいなと思っている、多くの人にお勧めできる車ですね。では安全性の評価に行きましょう。アルファロメオジュリエッタなんですけれども、ご覧のように丸が並んでいます。全て標準装備になっていますね。というわけで評価よくできましたとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ300キロ走りました。そして燃費
14.7キロ、リッターあたり 14.7キロ、ともちゃんこれはなかなか優秀な数字だよね。はい、マルチエアエンジン低速からトルクがあるので、うん、いやすごくゆったりも走れるし楽しくも走れるし、うん、よかったですね。そうだね。で、まあ、いつものようにね、僕らはあの決してあのエコランをしているわけではなくて普通に気持ちよく走っての結果なんで、それで 14.7 キロですからね、まあ、あの相当今の、マルチエアエンジンの効率上がってきたなと思います。はい、今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただいています。お越しいただいたのはフィアットグループオートモビルズジャパン株式会社マーケティング本部プロダクトマネージャーの海谷弘樹さんです。海谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのジュリエッタなんですけれども、はい、市場に出してみてユーザー市場の反応というのはいかがですか。はい、おかげさまで大変好調に推移しております。うん、で今年の年頭に発表させていただきまして、で今月の頭に、デビューフェアということなんですが、ショールームはもうひっきりなしにお客様がいらっしゃっていただいてまして、うん、もうフル回転している状態になります。うん、なかなかこの時代にあったら景気のいい話で、いいですね。そうですね、ありがたい話です。あのユーザー層としてはどんな方が多いですか。はい、あの輸入車にお乗りの方を中心に幅広いお客様にいらしていただいてるんですけども、うん、その中でもやはり30代から40代ぐらいのご夫婦の方々や、うん、40代後半ぐらいのアルファロメオファンの方々に多くいらしていただいてます。うん、まあ、そうなるとそのお子さんがいらっしゃるファミリーで使うって方もいらっしゃるわけですよね。はいはいはい、多くいらっしゃいます。なるほど。まあ、あの本当このジュリエッタアルファロメオらしいスポーティーでエレガント、まあ、その2つを融合したデザインというのが一番の売りだと思うんですけれども、はい、あのこうして見ると一目でアルファロメオって分かりますよね。そうですね、ヘッドライトとかですね、アルファロメオの新しい世代のアイコンをふんだんに採用しておりまして、うん、で先ほどもご紹介ありましたあのサイドのプレスラインであったりとかっていうところで、うん、アルファロメオらしいスポーティーなところとエレガントさを用意したデザインになっています。うん、まあ、アルファロメオの縦の、グリル、あれなんかも一目で分かる、まあ、まさにヘリテージなんですけれども、そうです、ね、プラス LED 配してちょっとモダンな感覚も入れて、そうですね、はい、フロントの LED はですね、実は日本仕様だけ特別な仕掛けをしておりまして、はい、昼間でも常時点灯できるような仕様に日本仕様だけを変えさせて、変更させていただいております。なるほどね。であと、まあ、インテリアなんかもこれ相当頑張って質感上げてきましたね。そうですね、うん、コンペティションのパネルは、本アルミのパネルを採用しております。うん、なるほどね。であとは、まあ、その今回3つのグレードを用意しているということで、一番左上のクアドリフォリオベルデ、これはハイパワーエンジンを積んだ走り重視のモデルですよね。はい、アルファロメオならではのスポーツ性ということで、うん、クアドリフォリオベルデという伝統の名前を採用したモデルになっております。うん、クアドリフォリオ、四つ葉のクローバーのそうですね、はい、緑の四つ葉のクローバーですよね。で、まあ、今ここで映ってるのは今回のコンペティツィオネなんですけれども、僕がクアドリフォリオベルテにも乗せていただいて、はい、いやいやこれ本当に4つのシートを持つスポーツカーだなっていう、そんな走りでしたね。そうですね、クアドリフォリオベルデは専用のサスペンションや、あるいは上級装備といったところをふんだんに採用していますので、まさに実際にお乗りいただいてご確認いただきたいところです。うん、あとはそのもう一つスプリントという、グレードが下にある。でこれは一番価格的にもお求めやすいというものですか。はい、価格設定としては確かにそうなんですけれども、うん、どちらかというと車の性格といいますか、お客様の需要に応じてお選びいただきたいグレードになっておりまして、うん、スプリントはどちらかというと、快適性を重視したモデル、コンペティツィオネはスポーツ性だったり走りを重視するモデルになっております。なるほどね。あとは気になるインテリアについてなんですけれども、まあ、ダッシュボード、シートのデザイン含めて非常に洗練されたムードに仕上がっていますよね。まあ、そうなってくると逆に居心地の良さですとか実用性ってどうなのかなと思うと思うんですが、今回はしっかりチェックしてきました。はい、まずは後部座席です。まあ、一見するとクーペライクに見えてドアあるのかなと思うんですが、あのように窓枠のところについています。そしてこのように開けていくんですが、まあ、これお子さんがいらっしゃるご家庭でもとても使いやすそうな形状ですよね。そしてシートです。実際に後席座り込んでいきますと、なんと162センチの私で膝前に原骨4つ、そして頭の上はですね原骨 1.5 個分ということで、まあ、大人の男性でも座れるスペースはあると思います。そしてラゲッジです。アルファロメオのエンブレムをポチッと押してあげますと、このように開くことができます。
そしてルーフ自体はクーペライクに絞り込まれているんですが、意外と実用性高いんですよね。トランクスルーができたりですとか、あとは後部座席の背もたれが40対60で倒すことができますので、結構な荷物詰めますよね。うん、350リッターというとちょっとね、普通の方ピンとこないかもしれないですけれども、このクラスでは350リッターというのはどんな数字ですか？どのコンペティターの、スペックを見てもほぼ350リッターぐらいということで、競合並みということになります。なるほどね。でもリアシートも広いですし、そういう意味では実用性もある。でも一方でやっぱりそのアルファロメオのヘリテージっていうのがね、デザインとか出てるのがいいですよね。そうですね、先ほどご紹介いただいた、縦のグリルを中心にフロントに3つのグリルを持つデザインなんかは、初代のジュリエッタのデザインモチーフを採用してますし、で本当にいろんなところにヘリテージを感じさせられるデザインになってます。なるほど。はい、カエさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。CM の後は評価です。ではここでアルファロメオジュリエッタの評価にいきたいと思います。僕の評価このようになりました。丸、デザイン品質です。これはデザインはとてもいいんです。もちろんデザインはいいんですけれども、それを、実現するための、例えばこの鋭いボンネット上のプレスラインであるとかサイドのキャラクターライン、これはかなり高度な、製造品質ですね。これがなければできない、ですからデザイナーの優れたイマジネーションを本当に物形として、実現した、そういった、製造ですね、そのあたりの品質も高い、この2つの組み合わせがこのジュリエッタの素晴らしくかっこいいスタイリングを作っているわけです。×これちょっと字が小さくなっちゃったんですけれども、クアドリフォリオベルデ右ハンドルロック速 MT のペダルレイアウトです。右ハンドルの場合ちょっと足元が狭いんですね。そこに MT だと3本の、ペダルを置いて、さらに左足、を置き場を確保するというとちょっと足元が窮屈になってしまうんですね。ですから、この MT 仕様クアドリフォリオベルデの場合は、左ハンドルの方が、ちょっとね運転をしやすいということで、これはちょっとバツなポイントにしました。はい、じゃあ私いきます。丸なポイント、これは実用クラスで最もエモーショナルなモデルということです。本当にスポーツカーとして乗ってもいいんじゃないかっていうぐらい本当に美しいモデルに仕上がっているんですが、実際走ってみても心地よく胸を打ってくれるエンジンフィールがあったり、本当に五感に訴えかける要素たくさんあると思うんですよね。さらにですね、先ほどご紹介したラゲッジルームなどの実用性もしっかり備えていたり、後部座席もありますので、ぜひご家族の方なんかにも積極的にお乗りいただきたいモデルだなというふうに思いました。そしてバッテンです。17インチタイヤの足回り、乗り心地が固めと書かせていただきました。パドルシフトもついていますし、ちょっと薄めのタイヤで非常にレスポンスに優れた走りが楽しめるモデルなんですけれども、若干後部座席乗り心地固めになるかなと、このあたりはベースグレードのスプリントも非常にソフトですし、同じスポーツモデルでもクアドリフォリオベルでも意外と乗り心地良かったりするので、そういう選択肢もありかなと思いました。はい、なるほど。というわけで2人の評価はこのようになりました。続いて CM の後は藤友愛です。藤友愛のコーナーです。さて今回のお題はこちら、車で行こう大輸入車祭りパート1です。毎年恒例となりました JAIA 日本自動車輸入組合主催の輸入車試乗会の模様をお伝えします。1回目の今回はスポーツタイプの車の魅力に迫ります。スポーツタイプのトップバッターはメルセデスベンツ SLK200 ブルー FCNC スポーツです。バリオルーフという全天候型のリトラクタブルハードトップを備えたモデルで、コンパクト2シーターオープンのパイオネア的存在です。このモデル本当に初代話題になったんですけど、3代目のモデル、今回は、グラストップのに液晶を入れてね、スイッチ一つで光を遮られる、そんなシステムを取り入れてきてます。しかし乗ってみるとスポーツカーなんだけれども、さすがメルセデスで快適性抜かりないよね。そうなんです。また小さくても上級クラスのスポーツモデルのようなラグジュアリーなスタイリング、インテリア持ってますので、そのあたりも特徴ですね。
いてはスポーツカーの代名詞的存在、ポルシェ911カレラ4 GTS です。1963年のフランクフルトショーでのデビュー以来、一貫して RR レイアウトを頑固なまでに守り続けているキングオブスポーツカー。卓越したパフォーマンスに走りの情熱が湧き上がります。足元を見てもだいぶスパルタンな仕様になってますね。うん、そうですね。この GTS というグレードは普通のカレラよりももっとこう GT3 っていうね、レーシングモデルに近い、そんなモデルなんで、かなりこれは走りが良かったんですけれども、こうして乗ってみると、まあ、911そろそろ新型に切り替わるんだけれども、まあ、まだモデルチェンジしなくていいんじゃないのっていうぐらい全然現役バリバリのモデル、楽しかったですね。最後はシボレーカマロコンバーチブルです。1967年の初代モデルの発売以来、アメリカを象徴するスポーツカーの代表的存在で絶大的な人気を誇るモデルです。2002年に一旦生産中止になりましたが、2009年にオリジナルモデルを彷彿とさせる迫力あるボディと最新型のパワートレインを備え復活を果たしました。まあ、カマローといえば映画トランスフォーマーでね、バンブルビーの役を演じた車なんですけれども、このオープンモデル、オープンでこうやって海岸線を流す、最高だよね。最高ですね。本当レトロかつクールな魅力を放つ1台なんですけれども、この車後ろにもしっかり乗れますので、まあ、海岸線で、ね、本当みんなで一緒に楽しむの最高ですね。まあ、というわけで、まあ、今回スポーツタイプの車3台に乗ったわけですが、まあ、どれも個性が強くて、それぞれの世界観がしっかりありましたよね。うん、まあ、本当にそういった部分、個性を持っているというのが輸入車の魅力ですよね。そうなんです。はい、次回は最新のラグジュアリーモデルをご紹介したいと思います。以上、藤戸舞でした。ここで番組からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌9紙の中からご希望の本を抽選で90名様に無料でお送りします。さらに今回はアルファロメオ特製モレスキンの手帳を5名様にプレゼントします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。ここで視聴者の方からいただいたメールをご紹介します。40代男性、横浜市の方です。待望のアルファロメオジュリエッタ、2月4日から正規輸入開始ということで、早速ディーラーに見に行きました。ネットなどで見るよりやはり実車はかっこいいですね。ジュリエッタに乗って一人娘とデートするのが夢ですということです。どうですか、素晴らしい夢ですね。そうですね、ぜひ実現していただきたいですね。まあ、でもジュレッタっていう車は本当にそのスポーツカーではなくて、しっかりとファミリーカーとしてもね、使えるだけのこう使い勝手っていうんですかね、それも備えてるのが大きな特徴だと思うんで、まあファミリー輸送でも十分いけますよね。そうですね。従来アルファロメオはやはりスポーツという面では少しそちらの方に振った仕上がりになった車が多かったのに対して、今回のジュレッタはそういったものは維持しながら実用面でもしっかりしたものにするというのが特徴ですので、ぜひファミリーの方にも検討いただきたいですね。まあ、あとその今回ジュリエッタ、ライバルはフォルクスワーゲンのゴルフだというような声聞こえてきますけれども、僕の中ではアルファロメオっていうのはもっともっと高い位置にいるブランドで、昔ね、自動車はヘンリー・フォードがアルファロメオが前を取った時、私は帽子を脱いで敬意を示すんだって言ったようなブランドなんでね、そういう意味でいくとかなりこう身近になってきた感じはありますよね。そうですね。先ほどヘンリー・フォードの話が出ましたけども、戦前のアルファロメオはやっぱり本当に本当のスポーツ、スーパースポーツメーカーで、ただ今回のジュリエッタもそういったスーパースポーツメーカーのヘリテージを十分に引き継いだモデルなんだということだと思います。なるほど。あと僕さっきバツで、ちょっとクアドリフォリオベルテの右ハンドルペダルがねっていうことを言っちゃったんですけど、なんか左ハンドル入るんですね。はい、限定車50台があっという間に売り切れてしまいましたので、特別に4月末まで左ハンドルの受注を受けさせていただいておりますので、ぜひご検討いただきたいと思います。じゃあそれはなかなか嬉しいニュースだよね。五郎さんいかがですか。楽しみです。考えちゃうね。はい、次回はワールドワイドな SUV ホンダ CR-V をお送りします。ではまた来週お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。